タンク・ジョーンズはアメリカ人のジャズピアニスト、バンドマスター、および作曲家。1989年に NEA ジャズマスター、2008年、アメリカ国民芸術勲章授与。評論家とミュージシャンは、ジョーンズが雄弁で、リリカルで、火の打ちどころがないと述べている。演奏スタイルは、スイングにとどまらず独自の成長を続け、特に彼から生み出される個性的な美しいハーモニーと、 ソロ、優しく、時に力強い繊細なタッチは評価が高い。ハンク・ジョーンズは彼自身の名義で60以上のアルバムに録音しており、ゲストとして600枚を超えるレコード CD に録音した。ヘンリー、ハンク・ジョーンズはミシシッピ州、ビックスバーグで生まれて、ミシガン州ポンティアックに移った。そこで、バプティスト女裁であり材木検査官であった彼の父親は、 三階建てのレンガ作りの家を買った。ハンクは、10人の子供の一人であり、音楽一家で育てられた。彼の母親は歌手であり、彼の二人の姉がピアノを習っていた。そして、彼の二人の弟、サド・ジョーンズ及びエルビン・ジョーンズも、世界的に有名なジャズミュージシャンとなっている。ハンクも、幼児からピアノを習っており、アール・ハインズ、ファッツ・ウォーラー、テディ・ウィルソン、 アートテータム等の影響を受けるようになった。13歳までにはハンクはミシガンとオハヨで演奏していた。グランドラピッツとランシングの吹奏楽団で演奏していた1944年にハンクはラッキー・トンプソンに会った。ラッキー・トンプソンはハンクにニューヨークのオニキスクラブでホットリップスページと働かないかと誘った。ニューヨークではハンクは 定期的に一流のバックミュージシャンの演奏を聴いて、新たなスタイルを習得に至る刺激を受けた。この頃のハンクは、猛練習を並行する中、ジョン・カービー、ハワード・マギー、コールマン・ホーキンス、アンディ・カーク、およびビリー・エクスタイン、スタン・ウェッツ等と働き、それらの一部は LP として録音された。また、親友レイ・ブラウンとは、この当時から50年以上、膨大なセッションを行い、 多くの LP で共演していくこととなる。1947年には初のリーダーアルバムアーバナティを録音。またノーマン・グランツのジャズ・アット・ザ・フィル・ハーモニックとしてツアーを始めた。1948年から1953年までハンクはエラ・フィッツ・ジェラルドの伴奏者であった。そして1948年の秋にイギリスで 彼女の伴奏していて、並外れたテイストと洗練されたハーモニーの能力を発展させた。この期間、ハンクはまたチャーリー・パーカーと共に、いくつかの歴史的に重要な録音をした。その中には、ナウズ・ザ・タイムに収められた、ザ・ソング・イズ・ユーも含まれている。この曲は、ベースのテデ・コティック、ドラムのマックス・ローチ等と共に1952年12月に録音されている。また、 ハンクとチャーリー・パーカーとの共演は、ジャズ映像史上最大の発見とも言われる、インプロビゼーションにも残されている。この映像には、レスター・ヤング、コールマン・ホーキンス、エラ・フィッツ・ジェラルドなどスターの多くが集まっている。1955年以降ますます、ハンクの信頼は増し、人気ピアニストとして、ポール・チェンバース、レスター・ヤング、ヘレン・メリル、ミルト・ジャクソン、 フランク・ウェスタ多くのスタープレイヤーとの録音もなされている。親日派で知られるハンクだが、初来日は1957年、ベニー・グッド漫画区団のピアニストとして来日。1958年には、ジャズの歴史的名版、サムシン・エルスで、キャノンボール・アダレー、マイルス・デイビス、アート・ブレイキーらと共演。1959年から1975年は、 ハンクは録音活動を続ける一方、CBS スタジオのスタッフピアニストだった。この時代には、エドサリバン賞で、フランク・シナトラ、クリス・コナー、ウェス・モンゴメリー、ビリー・ホリデー、ズート・シムズ、1960年注目を集めた、A ポートレート・オブ・デューク・エリントンでのディジー・ガレスピーとの共演も含まれ、引き続き多くの録音をし、TV 出演することもあった。 1962年5月19日、ジョニー・ F ・ケネディ大統領の誕生パーティーで、マリリン・モンローが歌った有名な、ハッピーバースデーのピアニストも、ハンクであり、マリリン・モンローとは、LP でも共演している。ハンクの力強いソリスト、センシティブな伴奏者及び情景を見る達人の、類まれのない組み合わせから、ハンクはいつも、あらゆる種類のレコーディングセッションの強いニーズがあった。また、 ブロードウェイミュージカルエントミスビヘイブンにピアニストと指揮者としての参加したことによって1970年代後半にはより多くの人にミュージシャンとしての優れた資質を知らしめた。1970年代後半と1980年代の間もハンクは実り多くレコーディングし続けていた。代表作の一つで CBS 後、 より新しいスタイルを確立し脚光を浴びた1975年のアルバムハンキーパンキーや1979年の来日でシェリー・マンダと鹿児島に来日した際のライブ録音ライブ・イン・ジャパン東京で録音されたサテンドールやハンク・ジョーンズ・トリオではトリオとして当時を代表される演奏を残しスピードと繊細さを兼ねた演奏も聴くことができる。また ハンクを敬愛する作曲家、ピアニスト、ジョン・ルイスとの共演、ピアノデュオの遊べもこの期間に含まれ、トミー・フラナガンとの共演、アワー・デ・ライツでは、ジャズ界のピアノデュオとして最高峰との評価が高い。この期間、日本では最も有名なハンクの活動として、1975年にグレート・ジャズ・トリオが結成された。当時、 ハンクは主に CBS スタジオのスタッフピアニストとして活動しており、ニューヨークのジャズシーンからは遠ざかっていたが、久々のカムバックとして話題になった。このトリオのメンバーとして、マイルス・デイビスのグループにおいて重要なメンバーであったロン・カーターとトニー・ウィリアムスを迎えた。その後、1980年にはエディゴメスとアル・ホスターに交代し、1982年にジミー・コブが ポスターの公認になった。このトリオはアートファーマーやベニー・ゴルソンやナンシー・ウィルソンらとも録音した。ジョーンズは1980年代前半にソロのピアニストとしてカフェ・ジーグフェルドで過ごし日本でツアーを行った。日本のツアーではジョージ・デュビビエとソニー・スティットらと演奏し多くの録音した。1988年からは スタンダード曲に限定したスタンダードコレクションシリーズを録音5枚の CD アルバムを完成させた。もともとスタンダードを愛し選曲以上記憶していたというハンクであったが、この頃からミスター・スタンダードとも呼ばれるようになってゆく。1992年から大阪音楽大学の客員教授を務め、長期にわたり日本とアメリカを往復して更新の指導にあたり、 関西地方を中心に各所でたびたびソロ公演を行った。また、その同時期にパナソニックの CM に長期出演し、同 CM の決め台詞のやるもんだを言うことでおなじみで、来日時のライブにおいても決まってやるもんだを聞かせてくれることが多かった。ハンクが新日課となった背景には日本にたびたび招平した伊藤88と石塚隆夫による功績が大きい。 また、作曲家としてのハンクにも注目すべきであろう。自己主張の少ないジョーンズが自作品を演奏することは少ないが、インターフェース、デュープレックスなどキャッチーな作品のほかマイナーコンテンション、アー、ウィ、ハンク、エスブルーズなど様々な作風を見せる。ハンクは自作品に限らず作曲家のメロディを大変大切にすることでも知られる。ニューヨークでは、 ブラッドレイズジャズクラブなどでレギュラー出演していた。2002年にはこういった作曲家としてのハンク・ジョーンズに注目した作品サブライム・オナリング・ザ・ミュージック・オブ・ハンク・ジョーンズが発売。ハンクを尊敬するチック・コリアラがジョーンズの作曲作品を演奏した。その後も全世界で多くの演奏と録音を続け、東京ジャズ2006においては渡辺貞を チックコリアと共演した。2007年、アルバム、キッズ、ライブ・アット・ディジー、エスクラブ・コカ・コーラが、第50回グラミー賞に向けて、最優秀ジャズ・インストゥメンタル・アルバムと、最優秀ジャズ・インストゥメンタル・ソロに、ノミネートされた。2008年、東京・ジャズ2008においては、デイビッド・サン・ボーン、ロン・カー・アーター、ジョージ・ムラ・アツラと共演し、ドンセ・セベスキー編曲による、 NHK 公共楽団との共演も実現。この演奏はラジオでの生中継のほか、NHKBS でも放送され、話題を集めた。同年、ホワイトハウスにおいて、ブッシュ大統領から、アメリカ国民芸術勲章を授与された。2009年2月、第51回グラミー賞において、生涯業績賞を受賞した。同年同月、グレートジャズトリオとして来日し、 ブルーノート東京における演奏は BS 富士のスピークインミュージック内で放送され、その人気から何度も再放送された。4月にはメトロポールオーケストラと共演。ハンクの作曲作品がフルオーケストラで演奏され、8月にもグレートジャズトリオで来日、東京、軽井沢、下関、大阪、岩手でツアー、帰国後すぐヨーロッパでツアー。 2010年2月、ブルーノート東京に、デビッド・ウォン、リー・ピアソンとのグレートジャズトリオで出演。2月24日、最後のアルバムとなる、ラストレコーディングの録音には、ブルーノート東京公演において飛び入りしたロイ、ハーグローブも急遽参加する。2010年2月28日には、新潟市民芸術文化会館に集まった900名、前後のファンの前で、 生涯最後となるピアノを演奏。アンコール後も会場の入り口に登場し、サイン会を実施200名近くの長蛇の列となり、すべてのファン一人ずつに声をかけ、握手し、サインを行った。3月、帰国後もスケジュールは1年近く先まで決まっている。人気ぶりで世界各国へのツアー準備をしている矢先。2010年4月に体調を崩し緊急入院。 5月16日にニューヨーク・ブロンクスのホスピスで闘病の末亡くなった。その最後を見取ったのはハンクと晩年親しく交流していた運の正しいであった。ハンクはファンに心配をかけないため、これまでも多くの重大な入院を乗り越え奇跡のカムバックを果たしても、ファンにそのことを口にすることはなかった。努力の人であり、生涯通じて毎日欠かさず、 ピアノの練習を行った。また、移動中も、握力を鍛えるボールを離すことはなかった。200歳まで演奏を続ける、練習は、1日休めば、自分にわかる。3日休めば神さんがわかる。7日休めば仕事がなくなる、が口癖だった。年号は主に演奏したとした多数 DVD&、ブルーレイ等 TV 系列た多数た多,多数。ありがとうございます。